2022年9月15日、風が吹いている朝です。朝焼けがあり、こんな日の朝は、真っ赤な朝日が昇ってくるのが期待できます。上焼けたのにな。あ、出た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 よだるま朝日とは、昇ってくる朝日が水平線に差し掛かったとき、もう一つの太陽が現れ、まるでだるまの頭が胴体にくっついたように見える不思議な現象が起こります。これは海水と大気の気温差により、光が屈折して起きる自然の芸術です。これが瀬戸内海沿岸でも起きます。今日は袴部分が微妙ですが、なんとかだるま朝日が観測できました。こうして今日朝の天体ショーは終わりました。